コバタンは、蝶インコ目を向かうオーム族に分類される鳥類。別名コハクインコ。インドネシア、東ティモール。ロンボク島では絶滅。香港に移入、定着。オーム族内では、最も西に分布する。全長33センチメートル。オハは短い。頭部に、前方へ湾曲した羽毛が生える。全身は白いが、時光を覆う羽毛や関羽。 翼と、おばか面の羽毛は黄色。くちばしの色彩は黒い。目の周囲には、青い皮膚が露出する。ヒナは、全身が黄色い綿たで覆われる。オスの光彩は黒いが、メスの光彩は、赤葛色。以下の亜種の分類、分布は、IOC ワールドバードリストに従う。和名は、キチアンに従う。主に標高800メートル以下の林園や、農耕地などに生息する。 ペアや主に10杯以下の小規模な群れを形成して生活するが果実のなった樹木に採食のために多数の個体が集まることもある果実、液化、種子、花などを食べる主に木の枝で採食を行う繁殖様式は乱生軌道に木のくずなどを敷いた巣を作り2から3個の卵を産む雌友ともに放卵し 飼育下での放卵期間は27日。ヒナは孵化してから約10週間で巣立つ。カポックやココヤシトウモロコシなどを食害する害鳥とみなされることもある。1940年代までは生息地ではよく見かけられていた。ペット用の卵獲、森林伐採や農地開発による生息地の破壊、害鳥としての駆除などにより生息数は激減している。 生息数が少なくなったことで小オオトカゲの幼獣によるヒナの捕食や映像場所となる軌道をめぐって、フクロウ類やオウム類との競合による影響も懸念されている。1984年には7884羽が合法的に輸出され、1980から1992年の12年間で輸出記録から約10万羽が輸出されたと考えられている。 1981年にインコモクタニでワシントン条約付属書2に掲載され、2005年にワシントン条約付属書き合いに掲載されている。1992年にインドネシアでの本種の売買は禁止されている。ありがとうございます。